秋、こちらオーシアリーグ軍カール大尉だ。貴君らが護衛要員か。聞いていた部隊とは違うようだが、本当に味方か。こちらロングキャスター、長距離戦略打撃群の早期警戒管制機だ。カール大尉、彼らは味方です。ロングレンジ部隊か。では噂の2機もいるんだな。だといいんだけどな。ロングキャスター、これが全部アンノーンなのか。市内は内戦状態だ。エルジア軍同士撃ち合ってる。オーシア軍もいるが、この状況だ。味方にさえ撃たれかねえ。機体カメラが捉えたアンノーンをこちらで映像処理し、敵味方を識別する。近距離および画面中央で捉えるほど識別処理は早くなる。その間に撃たれても逃げ回るしかないな。そうだ、攻撃前に必ず識別しろ。どうし撃ちはしたくない。戦争にはなれません。しかしそれを差し引いても、今夜の街は異常です。戒厳令下の街に銃声と爆発音、そして戦闘機の音が響いています。ストライダー隊の ID を教えてくれ。それとそこのサンドイッチを取ってくれ。目標はストライダー1が破壊した。鉄器をロックオンした。オーシア軍と識別した。こちらロングレンジ部隊所属の AWACS だ。弾圧の上空が更新された。これよりアンカーヘッド市街地に入る。ビルで死角が増える。防衛対象を見失わないよう注意しろ。この護衛の製品によって戦争の終わり方が変わる。頼むぞ。了解した。無線で聞こえてたのはアンプルです。自分の位置から分かる。指示をくれ。指示はないが識別情報を送る。戦術端末を確認しろ。了解。ストライダー隊、この土俵にいるアンノーンを識別してくれ。エルジアだ。敵対行動を取ってこないな。将軍、お城であれば耳を貸すかと思います。交渉成立だ。ロングキャスター、彼らは道を開けた。攻撃の必要はない。目標破壊、仲間が増えたな。押し打ちになっても構わん。建物の屋上などはこちらからは見えない。潜んでいる敵を警戒してくれ。アンカーヘッド市街地を抜けた。高架下の国道208号線を走行中。次のランプから湾岸ハイウェイに入る。了解。無人兵器は戦闘を気軽なものにするんだ。なんで気づかない。外出を制限された市民は近所のバーや集会場に集まり情報を得ようと。エルジア軍と識別。戦争を続けたらしい。ミサイルを発射。アルコンへ、あの車だ。
張ってやがる。後方から敵が追ってくる。距離が詰まってきている。フォックス2、フォックス2、進路を変更したが追跡を受けている。しつこい。目標を襲う。目標を破壊。車両を破壊。どうやって味方を見分けるんです？どこも敵だらけだ。敵を吹き飛ばそう。敵から撃たれて、なんとかしてくれ。